久保さんいい質問ですね。まあ一部の人、まあ久保さんと吉谷さんだからできたんでしょう。おっしゃる通りです。でも、うーん、できたのではなく、やってきたのではなく、うん、やってきた。うん、そうか、やってきましたね。あの、じゃあもともとじゃあ、生まれた時ってみんな赤ちゃんで、まあ大差変わんないですよ。おやーって泣いてるだけじゃないですか。か単純にそれをやったかやってないかですよね。じゃあ今から、それをやるかやらないかじゃないですか。 だ要は今から下積みをやる覚悟はあるのっていう。それだけじゃないですか。じゃあ今までやってこなかった。じゃあ今からやればいいっていうすごくシンプルな話ですよね。今までやってこなかったからできないではなく、今までやってこなかったから今からやるですよね。ど,どうですかね。僕なんか YouTube 始めた理由って、今までやってこなかったから動画ですよ。 だから僕がゴーストライターとしてね、15年、10年以上やってたわけですよ。で、表で喋るってこともやってこなかったし、動画を撮るってこともやってこなかったし、あのー、やってこなかったんですよ。で、コピーはもうね、メルマが10万通以上書いてますからね。だから、まあ、セールスレターも何千本書いてきましたよ。だそれはやったと。じゃあ今度、喋りやってねえなと。 で、そっから、じゃ喋るをやり始めたっていう。ただそれだけですよね。やってないからやったっていう。で、僕自身も最初ね、しんどかったっすよ。喋るっていうのは。だって喋ったことないんだもん。ね。だって、会社で一日も喋んないですよ。いや、本当にこれガチで。まあ、おはようございますは言いますけど、あとヘッドホンをかけて、だってメルマガ書きながら喋れないじゃないですか。セールスレター書きながら喋れないっすよ。 なんで、まあ、僕、1日10通以上とかね、メルマガ書いたりとか、セールスレター1日何,何個も作ったりとかしてたんで、まゃ、あ、るってしてたら、なんか会議が一番綺麗いだったんですけど、だも売り上げを作る上で、ステップメールを作る、レターを作るっていう、うあと動画編集、まあ、途中からね、動画っていう概念が入ってきて、動画編集も入ってきましたけど、撮影とかね。それをひたすらやってましたよね。うん、だからまあうん、今できないんだって。 今までやってこなかったんだったら、これからやればいいっていう。ただその覚悟はないだけですよね、結論。厳しい言葉ですけど。うん、できないから、でき、やってこなかったから、ただやる。これからやる、うん。で、それをや、やり込めばやれるようになるわけじゃないですか。やれない理由ってやり込んでないからやれてないだけであって。 だから僕もね、今ね、その、もういくらでも喋れるようになりましたけど、今ね、動画、喋るの苦手だったんですよとか、あの動画嫌いだったんですよって言っても、誰も信じてくれないですからね誰もですいや。お前元から喋るの好きだったんだろうとか、動画好きだったんだろうって言われるかもしれないですけど、僕、動画、本当に喋るの嫌いだし、人見知りだし、って話ですよ。うん、その単純にやってきただけですよ。だから、です。量からしか質は生まれない。いってらっしゃい。